悲しい出来事があったため、このようなことが起こります。マウトハウゼンの誓い1945年5月16日、ハインリヒ・デュルマイヤーは、マウトハウゼンのすべての元政治犯を代表して、国際委員会に対して次のマウトハウゼンの誓いを読み上げました。キャンプでの長期滞在により、人々の同胞愛の価値観についての理解が深まりました。これらの理想に忠実に、我々は連帯と共通の合意のもと、帝国主義と国家的扇動との戦いを継続することを誓う。すべての民族の共同の努力によって、世界がヒトラーの覇権によってもたらされた脅威から解放されたのと同じように、私たちは、私たちが勝ち取ったこの自由を、すべての民族の共通の利益であると考えなければなりません。平和と自由は人々の幸福の保障であり、社会正義と国家正義の新たな基盤の上に世界を構築することが、国家と人々の間の平和的協力に向けた唯一の方法です。私たちが自由を獲得し、国家の自由のために戦った後、私たちは収容所での国際的な団結を記憶に留め、そこから教訓を引き出したいと考えています。私たちは共通の道、すべての人の不可分な自由の道を歩みます。それは、人々、相互尊重の道、すべての人のための新しい自由な世界を構築するという偉大な仕事に協力する道です。私たちは、この新しい世界のために戦ったすべての国々の多大な血生臭い犠牲を常に忘れることはありません。すべての人々が流した血を追悼し、ナチスのファシズムによって殺害された何百万もの兄弟たちを追悼し、私たちは決してこの道から外れないことを誓います。私たちは、国際社会の安全な基盤の上に、自由の戦死者たちに建てられる最も美しい記念碑、自由人の世界を建てたいと考えています。私たちは全世界に向かって呼びかけます。この仕事に協力してください。国際連帯万歳、自由万歳、ジャワ語。